さあここからは、アベマ恋愛番組オーディション2021ステージでお楽しみいただきます、うん、はい、まずはこのコーナーのゲストにご登場いただきましょう、アベマで放送された高校生カップルコンテストでグランプリに輝いた降臨カップルのコウさんとリンさんです。穴爪おる、あら知ってる人いる、穴爪、あらららあら、ああ君たち、え、降臨カップル付き合ってるの、付き合ってるの、付き合ってます、今も付き合ってるの、今付き合ってます、大丈夫、大丈夫、心配するの、コウさんとリーさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。すごいね、はい、お二人は高校生カップルコンテストでグランプリを獲得されましたが、コンテストに参加している時はどんな気持ちでしたか。順位も大事だけど、うん、何よりも楽しもうっていう気持ちで挑みました。いいですね、素敵、はい、本日のアベマ恋愛番組オーディション2021でグランプリを獲得すると、なんと、アベマの恋愛番組への出演権が贈呈されます。ちなみに4000頭身の皆さんはオーディションを受けることってありますか。アベマの恋愛番組のですか。違います、違います、もっと広く捉えろお前、オーディション狭いやつだな、はい、オーディションはそうですね、1年目とかの時は何度も行ってましたし、結構行ったね、落ちてますよ、何度も、何度も落ちてますね、僕らは、もちろんですよ、すごいことですからね、すごいことだね、頑張れよ、オーディション行くから気持ちが分かるから、オーディション頑張るやつの大変ですよね、本当に、大変よ、はい、それでは早速、ファイナリストの皆さんにご登場いただきましょう。カップルがいっぱい来るってこと、皆さんにご登場いただきました。皆さん本当に個性的な面々ですね、すごい、え、この子たちが勝ったらそのアベマに出るってことですか。そうです、アベマの恋愛番組に出演できるということです。で、彼氏ができちゃうってことですか。そうなっちゃうかもしれないですね、可能性も残ってるってことだな、うわ、それはちょっとそわそわしますね。もうそんな感じ移入してんだ。降臨カップルのお二人いかがですか。やっぱり同じ高校生とは思えないほど迫力があって、あんたもだよ、そうだよ、あんたもだよ、あんま、でもそうか、あんまここに出た子褒めると彼女のやっぱり気まずいか、さすがに な、 しな、今あんま言うとな、ペチンテ、あら、あ、ベストカップルだね、いいね、俺だったらもっとグーに力込めてこうだもんな、女の子の可愛らしい、可愛いですよ、いいね、はい、それではグランプリの発表に参りましょう。降臨カップルのお二人お願いします。もう発表されるんだ、決まってるんだね、先輩カップルが、はい、発表するということです。もちろんいないんですね、彼氏とかは皆さん、ここに出てる皆さんはね、フリーね、いらっしゃらないという、わ、いいね、キラキラしてますね、まだまだこれからですよ。でも今日青春ですね。今日イケメンいっぱいいたからね。今日とかね。今日みたいな、まあ、これから、はい、さあそれではお願いします。渡されてない連絡、発表します。アベマ恋愛番組オーディション2021グランプリは。エントリーナンバー5番白倉魔女さんです。おめでとうございます。
お越しください。もう絶対番組出れんの？そしたら。決定だ。理解してね。そうやって言ってただろ。すごくない？アベマ恋愛番組オーディション2021グランプリ白倉魔女さんへ、アベマで放送された高校生カップルコンテストでグランプリに輝いた降臨カップルのお二人からトロフィーとマントが贈られます。もう男性メンバーは決まってるんですか、その番組の。どうなんですかね、まだゆくゆくなのかな。これからかもしれないですね。もうガッツポーズだろうね、男性メンバーでも、はい、本人は知ってる可能性あるな、出演する人は。みんな来た瞬間にガッツポーズしてるだろうけど、男なんで、ふむ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 っつって、まあそう、どんな顔つき、どんな年齢でもバカはバカだからな、男なんてな。いや気をつけてください、ね、単純ですから。そうですよ、皆さん楽しみですね。喜ぶよ、綺麗な子が来たら。先輩の彼女がこうつけてくれて、つけてるなって目で男の子。質が早かっただけで、実はタメなんてことない？大丈夫？確かに、何歳なんだ、降臨カップルは。降臨カップル何年生今？高校3年生、はい、白倉さんは高校1年生ということです。なんでさっきのやつ出てなかったんだろう。それまた別でしょ。もしかしたらね、なんかいろいろあったろうね、はい、それではグランプリ、そうですね、トロフィーを。トロフィーの授業です。向かい合ってます。おめでたい。おめでたい。おめでとうございます。嬉しいな、よかったな、よかったな、それではグランプリ受賞の感想をお願いします。まさか私がグランプリを取るなんて思ってなくて、すっごい今びっくりしてるんですけど、グランプリを取ったからには幸せをつかみに行きます。ありがとうございました。幸せをつかめられます。いい彼氏を見つけるんだぞ。素敵な相手が見つかるといいな。そうだな、ね、だってこれみんな見てるでしょ、アベマの ね、 なんか ね、この人どうかなとかって困ったら言えよ俺らに。俺らが一回面と向かってね、そうそうそう、はい、アドバイスを見極めるから俺らが、いい男かどうか。降臨カップルのお二人からもお祝いの言葉お願いします。素敵な恋愛してください。いいよ、ポー君と二人で応援しています。うわ素敵、マウント取られてんぞ。憎たらしい。私はもういいけど、来年返してやれ。憎たらしいね。おめでとうございます。白倉さんが出演するアベマの恋愛番組にご期待ください。見てあげてくださいよ、はい、以上アベマ恋愛番組オーディション2021ステージでした。それでは続けてまいりましょう、DGCT2021 サマーサポーテッドバイキレイモ、続いてはこちらのステージです。よいしょ。